中別ダムは、北海道上川郡美瑛町と上川郡、東川町の境、一級河川、石狩川、水系中別川に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、旭川開発建設部が管理している、特定多目的ダムで、ダムの形式は、重力式、コンクリートダムとロックフィルダムの複合、いわゆるコンバインダムである。コンバインダムとしては、 熊本県にある流門ダムに次ぐ高さ86.0メートルである。ダム湖の名称は一般からの応募によって決められ、最多得票で中別湖に決定した。ダム直下にある北海道電力新中別発電所。大雪山系採録より流れを発する中別川は、旭川市内で美英川を合わせ、石狩川に合流する石狩川。 水系上流部最大の支流である。流域に旭日川市を抱えていることもあり、治水の重要性は以前より課題であった。また、旭日川市の人口増加、美英等上川盆地の農地拡大により水需要は増大。すでに1975年に石狩川、本川上流部に大雪ダムが完成しており、旭川市や上川盆地への離水に役立っているが、さらなる治水。 理水のための根幹施設が求められるようになった。当時、中別川には、北海道開発局農業水産部が、国営中別地区灌外排水事業の中核施設として、同地点に高さ36.5メートルのロックフィルダムを計画していた。だが、蒸気の必要性に鑑み北海道開発局、旭川開発建設部は、中別川総合開発事業を策定し、 農林省の中別ダム計画に参加。1977年により、中別川の洪水調節、不特定利水、灌溉、上水道、水力発電を目的とする特定多目的ダムの建設を計画した。保障交渉は長期化したが、1986年には、水源地域対策特別措置法の指定を、受け周辺整備や、 水没保障を充実させ交渉は妥結。29年の歳月を経て2007年3月11日に完成した。当初の計画では、後期1977年から1995年の予定で総工費870億円、内浅日川市が5.6%を負担する予定であった。だが、保障交渉の長期化などにより1994年に、 石狩川水系工事実施基本計画の変更を行い後期を2003年完成へ8年延期、費用を330億円増額し1200億円とし、旭川市の負担も18億7000万円、増額され67億9000万円となった。他の長期化しているダム事業と同様事業費の増大によって、地方財政が圧迫している実情がある。一方で、 旭川市の人口が将来50万人に増加することを予測して計画していたが現在は36万人前後にとどまっている。農地も市街化区域の増大と減誕などにより減少している。これらのことから水余りではないかという批判も一部から出されている。このため、上水道需要量の再検討を行うことを旭川市は総務省より求められている。 資産を現状に即して見直した場合、最大で約42億円の経費削減が可能になるとされており、旭川市の対応が注目される。このダムの上流には、大雪山国立公園に指定されている天神橋がある。名称、羽衣の滝や天神橋温泉があり、秘境の観光地となっている。また、旭川市や北海道の雄大な風景の象徴とも、 イエルビエの平原にも近い。ダム完成後は周辺整備も進むものと思われ、新しい観光地としての期待が高まっている。2007年からは大雪山中別湖トライアスロンイン東川がスタート、前年をもって廃止された日本海オロロンライントライアスロン国際大会に代わる新しいトライアスロン大会として注目を集めている。その一方で、 河川生態系の面においては1999年には本流である石狩川の花園投資校に魚道が設置され2000年には36年ぶりに鮭の訴状が確認されたその後桜松の訴状もダム建設地のすぐ下流で確認されているがダムより上流への訴状は不可能となった環境面においては今後魚類に対する影響を どのように最小限にしていくかが問われている。ありがとうございます。